アビコ高政の人生維新始まります。3、2、1、カモー。アビコ高政の人生維新始まりました。第1回ということで、まあ、いきなり何を喋ろうかっていうのはね、まあ、あるんですけども、まあ、そもそもこの YouTube やっぱりやろうというきっかけ、まあ、なんだかんだ結構企画は練ってだいぶ経ちましたよね。なんだかんだやろうと言ってからようやく、まあ、ここまで至ったので、これを多くの人に見てもらいたいなと。で、特に僕は今年は最終章なので、格闘家として、まあ、ライジン出れなければもう引退だというふうに言ったら、この間アンチがクソほど湧いてきてですね、もうアンチにボコスカ言われるという、なめんじゃねえ、ライジンなんかそんな簡単に出れるわけねえだろと言われて、まあ、でもそれでも僕は目指したい理由があって、意思さえあれば何度でも立ち上がれる、これが僕が格闘技をやりたかった理由の一つです。で、それを多くの人に届けたい。多分僕みたいに実は凡人代表だって思ってるんで、別にエリートでもなければものすごい経歴があるわけでもない、だから誰でもやろうと思ったらできる。そのくらい時間はかかります。なぜなら40で J リーグデビューしてるんで、普通みんな20代でするんですけど、で、まあ44でライズデビューで、45でライジンデビューできれば、これ大きな希望だと思うんですよ。で、そういうのをメディアを通してね、文字とかそれだけじゃなくて、やっぱ生の声を届けたいなというのもあるので、まあ、今回仲間と一緒にですね、この YouTube をスタートさせて、まあ、一つはこうやって、まあ僕が一人語りするね、嫌って言われてくださいよ、一人語りもあります。で、もう一つはやっぱ対談、格闘家だったり J リーガーだったり、僕が会いたい人だったり、あと皆さんの要望、誰と話したら面白いみたいな、そういうコラボ。で、もう一つは僕がやっぱり自分で学びたいところ、例えば栄養学だったり、例えば MMA だったりとか、ロッククライミングだったりとか、まあ、そういう学びたいところに行って、まあ、ロケ的にやっていくっていうのと、あとはお悩み相談なんか、こんなぐらいの4本立てぐらいがいいんじゃないかなというふうには思います。僕のこのライジンまでの道のりを一緒にこの YouTube で追っかけてもらって、本当にこいついけるのかどうかと検証してもらいたいなと思います。だって僕は本気なので、そういう意味でも皆さんも本気になってこのチャンネルを見ていただいて、いろんなね、評価なりバッド評価があるかどうか知らないですけど、そんなのを入れてもらいたいなというふうには思っています。まあ、第1回どういう形でね、皆さんに届くか分かりませんが、まあ、コンセプトというかという意味で言うとそこです。あと裏コンセプトで言うと、自分の人生のジャイアントキリングを起こすと、まあ、これはあの劣等感を抱えている人たちの復活というテーマと、自分の人生のジャイアントキリングを起こすというところ、これは多くの人に共通するんじゃないかなと思うんで、そのジャイアントキリングの起こし方みたいなものを、僕はノウハウ分かってないです。ただこれから学んでいきます。これから学んでいく中で、ここに YouTube に残していきます。それをみんなで見てもらって、あ、こうやってやったらいいんだとか、こういう風に戦ったらいいんだっていうのを見ていただきたいなというふうに思っています。まあ、そういったものをなんか届けられればなというふうに思うので、まあ、皆さんにも多くの人にまあ見ていただいて、あとやっぱ生でもね、試合を見ていただきたいので、試合が決まればここで随時言いますし、あと練習も外で結構やったりするんで、みんなに参加してもらったりとかね、とにかく大勢の人をまあ巻き込んで大臣の舞台に行きたいというふうに思っております。よろしくお願いします。この動画が面白かった場合はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。 Twitter やってますので、ぜひフォローしてください。インスタもやってます、ぜひフォローして皆さんに見ていただきたいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。